感染症法上5類に移行したことで、今後感染した場合、季節性インフルエンザと同様、外出は個人の判断に委ねられるほか、医療費も基本自己負担となります。今回の移行について市民からは、普段の生活が戻ってくることへの期待と、感染した場合怖いという不安の声などが聞かれました。ずっとこうやって普通に街歩いてるときはマスクをしてないので、まあ、混んでる電車とかバスの中では、まあ、一応しようかなとは思ってます。濃厚接触もなくなるっていうことなので、かなりこう自由が利くのかなと思います。早く普通の生活に戻ったらいいかなとは思いますね。不安もいっぱいありますけど、やっぱりあの世の中の動きがですね、変わっていくのはいいことかなと思います。県では新型コロナ診療を受け付ける医療機関について、これまでの624機関から720機関に協力を求めていて、これについては今後増えると見ています。こうした中、今日県内では27人の新型コロナ感染者が発表されました。日別としてはこれが最後の発表となります。先週月曜日の発表と比べて3人減少しています。